出光。なんで出光には有害な弁電を減らした数にゼアスがあるから。正常剤はもちろん入ってるよ。やった。だから出光に行こう。ファイヤー。なんで出光。なんで出光はトンネルズだから。だから出光に行こう。ファイヤー。ぐんぐんめきめきよみがえる。さらっとピカッとよみがえる。そんな気持ちで洗ってほしい。ダメージケアにアミノ酸、コーセーアミノマイルド。噂の二人はうるおい水を奪って逃亡中。触って。すべすべでサーダンボーイ。触って。うるおい水が入ったルシェルウォーターパッド秋冬用新発売。コーセー100メガショックネオジオ。いい加減にホントのって言ってくださいよ。お願いしますよ。あ、なんか落としましたよ。あ、皆さんこれをよーくださいこれが噂のあのキングオブファイター。その噂は本当だった。 SNK 歴代の人気キャラが総登場。テーマ待望夢のチームバトル、ザ・キングオブファイターズ94。ネオジオ CD で新発売。ついに真相が。 SNK。毎回のようにランナーが出ます。三者凡退は1回の表だけ。あとは毎回ランナーで埋まってます。それでもドラゴンズの得点は3点のみ。ジャイアンツは6点。バッターボックスは岡崎。長嶋監督が結構最前列の方に来てますね。バッターボックスは岡崎です。乗り出してきましたね。心配で心配でしょうがないでしょ。そうなんですね。途中から出場しております。この回は岡崎からです。回は7回に入りました。鈴木さん、はい、あと3イニングですね。これは何かが起こりそうですね。まだ起こりそうですね。まだまだ動きますよ。はい、これは振りました。3球三振でワンアウト。オールスターが終わった段階でまさかまさかこういう状況になろうとは夢にも思いませんでした。130試合目のこの試合、勝った方が優勝です。ジャイアンツにとりましても後の3回というのは実に長い長い3回になるでしょう。バッターボックスに原が入っています。原は今日3打数の1安打。こちらの方はレフト側のスタンドです。またボールが先行しています。ノースリー。これが佐藤の悪い時のピッチングです。ノースリー。ああ、ストレートのフォアボールです。またランナーが出ました。まあ鈴木さん、よくランナーが出ますね、両チームともね。だから3点目が入ったと、で追い上げムードに入ったですね。で次の回絶対に抑えなきゃいけないというね、気持ちがね、働いてしまうんですね。それも強くね、それによるこのコントロールミスなんでしょうね。ああ、桑田があれですね、ベンチの前で始めましたですね。グラッテン、これは辰巳さん、次の回から行くってことでしょうか。ということですね。でしょうね。はい、ベンチの前で桑田がピッチングを始めております。これは次の回から桑田が行きそうです。サードライナー一塁へ。これはセーフ。グラッテンの一撃でした。ツーアウトランナー一塁です。今の場面、先っぽサードライナー。これが桑田です。
桑田がこれはベンチの前でピッチングを始めました。座らせています、キャッチャーを座らせています。これはもう次の回は桑田が俺が行くということでしょう。元木です。これは辰田さんも行くぞということでしょうね。行くぞということです ね。もう間違いないでしょう。はい、元木打ったレフトへ。7回の表ジャイアンツは得点がありません。7回の表が終わりました。6対3、ジャイアンツ3点リード。ゆっくりとゆっくりと今桑田がマウンドに上がっています。桑田があと3イニング行きます。鈴木さん、はい、このリレーはいかがですか。僕は当然だと思いますね、はい、というのはもう斉藤がね、いっぱいいっぱいですよ、はい、もう腕を振ってますけど、体も触れちゃってますからね、はい、そういう判断での交代じゃないですかね。そうですね、僕は正解だと思います、はい、何しろ一昨日の試合で112球放りましたけれども、本当に斉藤は2回の途中からよく投げました。斉藤は65球でマウンドを降りております。もうこれは予定の継投という感じがいたしまして、7回から桑田の登板です。さて辰川さん、はい、桑田でもうジャイアンツはこの後ピシャッと抑えようというところだと思うんですが、はい、この継投、今日の継投いかがですか。ここまで僕はね、まあ斉藤1点取られましたからね、はい、今までのケースとは違うからいいと思うんですけど、はい、まあ、もうちょっと引っ張ってもいいかなという感じもしましたね。そうですか。この前2回ね失敗してる見てるんですよね、広島戦でね斉藤が降りたのとですね、はい、この前の神宮で降りたの見てますからね、はい、そういう流れがどうかなと思いますけど、はい、ただ後ろのピッチャーがこの前はね、2回とも牧原だったんですよね、はいはい、今日の場合は桑田ですからね、はい、今一番調子がいいからまあいいと思いますよ。特に桑田の場合にはいわゆる鈴木さん精神面の不安というのがあんまりないピッチャーですね。ジェット風船が夜空に上がります。しかしね、ここで桑田を使うということはね、なんと言っても牧原を先発したということはここにあるんですよ、意味が。なるほどね。僕は思いますね、はい、さあ、桑田が出てきたところで代打はどうやら川又のようです。先ほどから高木監督の表情が何でも映ってますけれども、非常に静かにベンチの奥でじっと耐えてるという感じがいたします。高木守道監督、代打川又、ブルペンでは今野中がやってます。野中です。7回の裏です。徐々にフィナーレが近づいてきておりますが、その結果は誰も予測できません。まだ3点差です。ベテランの川又、2割7分2厘、ホームラン2本、ドラゴンズの代打の切り札とジャイアンツのエースの桑田の対決です。なんか気迫がこもっておりますが、飛鳥さん、この間10月5日のこの100球投げた桑田のピッチングってのは素晴らしかったですね。ああ、見ました、特にね、触れません、川又触れませんで三振。はい、どうぞ。その時はね、カーブが良かったですよ、今日はね、調子悪いですよ、はい、あ、よくありませんか。今偶然三振取りましたけどね、今のフォークボールなんですけどね、フォークボールがベルトのあたりへ今3球投げましたけどね、全部高いんですよね。そうですか。だからそういう面でどうかなと思いますけどね、はい、まあ気持ちが乗ってるからね、はい、桑田の場合は。桑田が取りました三振はこれで182個。セントラルリーグの奪三振王になりそうですが、清水の一撃は打ってサードゴロ、これでツーアウト。防御率も4年ぶりに2点台です。今日実は個人記録のことを言ってまた申し訳ありませんが、この桑田が先発して8回3分の2をゼロで抑えますと核と防御率が全く並ぶんだそうですね、その場合は核を3分の1投げさせなきゃいけないだろうということを試合開始前に言っておりましたが、やっぱりそういう個人の記録というのもかかっていることになります。これでおそらく核の防御率1位というのは確定的なものになったんじゃないかと思います。2アウトで
ランナーありません。さあ小森、今日は2本ヒットを打っております。毎回ランナーが続いておりますけれども、この7回で途切れますかどうか。どうですか鈴木さん、桑田のピッチングは。もう気合だけで投げてますね。だから桑田の良さは僕は出てると思いますよ。はい、角が出てきました。こういうのはもう達川さんもこれ130試合目だから見られる光景ですね。はい、もう次々とエース級が出てきてブルペンも賑わせておりますが、達川さんやっぱりカーブが多いんですか。あ、この前はカーブが良かったですよ。あ、そうですか。はい、今のね緩いカーブがですね、ちょうどストライクからボールへね、いいとこ決まってましたよ。はい、これもカーブだ。ドラゴンズ初めての三者凡退。7回の裏、7回が終わりました。刻一刻とフィナーレが近づいています。ジャイアンツ3点リードです。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。人が描き続けてきた美しい水のある風景、それが今失われつつあります。油の捨て方に気をつける、食べ残しを流さない、そんなちょっとした心がけで水は少しきれいになります。美しい川や海を将来へ伝えるのは私たちの務めです。公共広告機構です。シャンプーをいろいろ試した人なら気に入ってしまう。だからパンテーンは雑誌のアンケートでも評判なんだと思う。健康な髪の基本です。パンテーン。新しい液体パワーボーナスは粉末の約2分の1サイズ、しかも毎日使える低価格。コンパクトになって安くなって、パワーボーナス新発売。3万5000の大観衆です。久しぶりに徹夜組が出ました。11に開門です。外野の方は午前中から賑やかでした。8回9回、これでドラマは終わるんでしょうか。ピッチャーが変わります。野中です。この人もドラマチックな野球人生です。歓喜のあれはジャイアンツ戦だったと思いますが、初セーブを挙げております。野中21試合目です。吉村さん、はい、一塁側ですけれども、はいはい、今中投手の談話が入りました。お願いします。立ち上がりは少し緊張感があったんだけれども、立ち上がりの出来としては最近になく良かったと言ってます。で、点を取られたらいけないという気持ちよりもバックが点を取ってくれることを信じてマウンドに上がったと。いつもよりもカッカせず冷静に投げたつもりですがと。落合さんのホームランはまっすぐのすっぽ抜けでした。まあ篠陣もですね、今日は2点までに抑えてほしいと、やってくれる、そういった期待感があったんですが、そのあたり淡々とした口調で悔しさを押し殺している感じだったということです。今日は一塁側が総宮秀一アナウンサー、そして三塁側が田中亮介アナウンサーです。上空から今熱戦が続いております名古屋球場をご紹介いたしましたが、8回9回このままフィナーレを迎えるんでしょうか。回は8回の表のジャイアンツです。1994年10月8日勝った方が優勝というこの大一番。今日ホームランを打っております村田、この回の先頭バッター。ワンアウトです。村田のバットからこのところ快音が戻ってまいりました。ワンアウトです。今日は特に目立ちますね。そうですね、村田のバットの振りの良さがね。そして桑田がゆっくりとバッターボックスに向かいます。この8回9回この桑田が抑えればジャイアンツの優勝が決まるわけですが、ドラゴンズにも6年ぶりの優勝のチャンスはまだあります。まあ、鈴木さん、このマウンド上のですね野中も今シーズンカムバックしてきましてね、はいはい、よく中継ぎで頑張りましたね、
まあ、頑張りましたよ、しかし、ここあと2イニング、はい、3点負けてます、はい、奮い立たすんだったら僕は山本が覚悟を出してほしいですね。あ、そうですか、はい、あ、なるほどね、覚悟もやってますね今ね。あ、そうですか、辰川さんも、まあ、僕は思いますね。特に僕はね、あの山本を出せばですね、中1日ですよね、はいはい、そういうことでお客がですね、あのベストを尽くしてくれてるなという感じがしてまた盛り上がるんですよね、うん、なるほどね。そうするとやはりチームもまた盛り上がる思うんですけどね。そうですね、野中は決して悪いことはないんですよ、はい、そうそうそう、これは盛り上がるっていうのは絶対ですよ、うん、そうでしょうね、はい、これは野中を非難してるわけでは決してないわけでね、チームの指揮の鼓舞という点では各家あるいは山本ではなかったかという。ワンツー、これはいい球だ。しかし野中はよく投げてます。ツーツー、ワンアウトランナーなし。1回から6回までジャイアンツは、ドラゴンズは毎回ランナーでやりましたが、7回ついに途切れました。海峰が自らベースに入って2アウト。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ホームランを打っております古藤が登場します。2アウトでランナーがありません。今日はパシフィックリングの方で優勝を決めた西武のコーチ陣も偵察に来ています。イチローも先ほどのんびりと焼きそばを食べながら観戦しておりました。日本シリーズは22日から。果たしてその西武へ対戦する相手はどちらのチームでしょうか。マウンド上は野中。うん、ワンバウンド。次の回は辰川さん、ドラゴンズは3番からなんですね。はい、立浪からですね、特に立浪は桑田に相性がいいですからね、そうなんです、楽しみですね、はい、そうですね。この立浪から8回の裏の攻撃が始まるわけですが、しかし野中も気合入ってますね。鈴木さん、入ってますね、まあ、今年のね、この優秀の美といいますかね、はい、そういうのに燃えてますね、2アウトでランナーがありません。ジャイアンツも1回に三者凡退がありますが、2回以降は毎回ランナー、ヒットは11本、4本のホームラン、6点。8回は2アウトでランナーなし。空振り。8回の表、ジャイアンツは久しぶりの三者凡退です。8回の表が終わりました。6対3、ジャイアンツ3点リードしております。プロフェッショナルベースボール、ナイトゲーム。恋の予感、クリーミーに泡立つイタリアンコーヒー、ネスカフェカプチーノ。私、缶コーヒー2としまして、今の今までロング缶の味はあかんと思ってましたけど、ネスカフェモンテアルバン合格です。ネスカフェの缶コーヒー、モンテアルバン初登場。使ってる豆がどちらもちゃう。さあ、立浪のところに赤いランプがついてます。ある意味でこの8回の裏が今シーズンのドラゴンズの運命を決めるかもしれません。ジャイアンツの運命を決めるかもしれません。高木監督は言ってました。1番2番これが出て立浪対抗が返すのが得点源なんだけれども、もし1、2番が打てないときは立浪はトップバッターであると、こう言ってました。振り込み隊長の役割もできます立浪です。8回の裏の攻撃が始まります。どうですか、辰川さん、この回一つ大きな山場でしょうね。あ、山ですね。これそれも立浪次第ですね。立浪次第、はい、立浪が出ないと山にはならないですもんね。そうですね、これで果たして立浪が出るか出ないか。
岩田と立浪は17打数の7安打4割1分2厘ホームランが1本1打点。そういえばこの前名古屋球場の試合ではこの立浪のホームランに桑田は一発だけで泣いたわけでしたけれどもね。どういうわけかいつも桑田は立浪に対して向きになりますよね。ああそうですか、はい、ある意味でこの対決は非常に大きなポイントです。桑田に相性のいい立浪です。桑田も気合が入ってますね。入ってますね。中2日前の試合では100球投げています。次は大砲です。ワンエンドは素晴らしい気合ですね、はい、本人もね、この前の談話でですね、はい、連投はどうかといった時にですね、連投するために鍛えたんだとここまで、はいはい、その言葉にはちょっとかっこよかったですね。本当ですね。サードどうだ、セーフだ。ヘッドスライディングの立浪、立浪もどっかを痛めたか。最後の最後の試合で今日はもう傷だらけ試合になりました。落合が倒れ、今立浪も倒れてます。ヘッドスライディング、うわすごいですね。これは当たりはボテボテ、サードも必死になってランニングスロー。足でしょうかね。いや肩じゃないですか。肩ですか。ああ本当だ、肩も詰まってますね。今のプレーでお客さん泣いてましたね。あ、そうですか。はい、これは達川さん、気迫と気迫のぶつかり合いですね。すごいですね、左肩を押さえてます。もう執念のヒットです。これはあるいはちょっと左肩脱臼したような感じなのかもしれませんが、ものすごい気迫のヒットでした。ドラゴンズのヒットも10本になりました。ノーアウトのランナーです。ランナーが出ました。8回の裏、もう素晴らしいの一言ですね、はい、あこれでちょっとまた やはり治療するようですね、立浪選手の執念のヒット、ちょっと右肩を痛めましたけれども、あ全員が心配でダッグアウトの中に入っていきます。もう一度ご覧いただきます。立浪です。当たりはボテボテ、サードの岡崎もよく取ってランニングスロー、ヘッドスライディング、左肩ですか。左肩のようですね。左肩のようですね、はい、もうこの絵だけで気持ちが分かりますね。そうですか。お客さんも思わず涙が出ましたか。それにこの選手のあれ立浪の様子を見に行くところを見て、はい、これドラゴンズ素晴らしいチームなんですね。そうですね、全員のダッグアウト入ってますもんね。そんなことはないですよ、みんなが心配そうに覗きにも大砲まで行きました。あすごいですね、これ大砲まで行きました、というところで治療中ですけれども、ここでお知らせを一度ご覧いただこうと思います。Professional Baseball Night Game。 先生、人生とは。人生とは白書くぞ、名もし。これが人生です。その生き方が淡麗辛口サントリー白書く天然水ついとるぞな。仕事と私とどっちが大切なのなんて言われてんじゃないの。一息入れよ、ジョージアで。あー男の安らぎ。コーヒー専門店ジョージア。キリンラグビール。グダサイ。キリンラグ。いいよね。始めよう。お。待ってました。待ってました。乾杯。はい。ミスタービール。キリンラガービール。はい。福のアート。
ナンバーワンパートナーのアルビバン、で見てください。2001年ラッセンワールド、7日より新宿エルタワー銀座コア他にて開催。テネシー州リンチバーグ、ジャック・ダニエル蒸留所。長い時の流れが訪れる人に語りかける。味わいを磨く楓の木炭を詰めた桶、あふれる湧き水。素晴らしいウイスキーの生い立ちはこの街を訪れるまでもなく、この一口が語る。テネシーウイスキージャック・ダニエル。名古屋球場は燃えてます。大一番です。1994年、8回の裏のドラゴンズの攻撃、点差は3点。ああ、ダイソーは鳥越ですね。やっぱり立浪はダメでした。その立浪の執念でヒット。さっき達川さん、何か達川さんもちょっと目を潤ませてましたね。感動しましたね、あれ、はい、ベンチの中見て、そしてその後に達川さんはポツリと、いやドラゴンズはいいチームになったなとおっしゃってましたね。さあ、ノーアウトランナー一塁で大砲です。岩田の執念が勝つか、ドラゴンズの執念が逆転に持っていくのか。いよいよ大詰めの8回の裏です。ノーアウトのランナーです。鈴木さん、この回でしょうね。そうですね、最大のポイントですね、ここはね。岩田も気迫では負けてません。ノーツー、岩田の気迫、大砲の気迫。エラーもありました、凡走もありました、ボンヘッドもありました。しかし執念は素晴らしいものがあります。好ゲームです。ノートゥー、ホームラン38本、107打点、堂々たる二冠王の大砲。これはもう達川さん、もとにかくジャイアンツの方は桑田に託したっていうところでしょうね。そうですね、しかし気迫だけではね、補えない部分がありますね。そうでしょうかね、少しやはり桑田らしい手番なのではないですね。そうですか、はい、カウンター1-3ボールが先行。詰まってます。これはライトフライになりました。ワンアウト。完全に立川さん詰まりましたね、はい、今スライダーだと思うんですがね、鈴木さんスライダーですかね。スライダーですかね。あ、もうなんで詰まったか分かんないですね、今のはね。大砲もこの打席は気合入ってましたけどね。厳しいボールじゃないですもんね、決して、はい、さあパウエルが登場します。ヤクで投げ続けますこの桑田。そしてバッターはパウエル、今日は3-2。パウエル選手は現在3割2分4厘です。神宮球場の情報が入りました。前田は3-2、3割2分1厘7も、3割2分2厘。江藤が代打で登場、本体3割2分1厘3も。この打席で仮に凡退したとしても3割2分3厘1毛で、パウエルの首位打者がかなり濃厚になってきました。という個人記録はさておき、この打席は大事。ワンアウトランナーが一塁。これで追い込まれました。ツーストライクワンボールです。監督ベンチの後ろにいました。鈴木隆松さんから見てどうですか、今日の桑田は。
もう気迫だけですよ。気迫だけですか、はい、うん、こういう場面にうってつけの人材っていうか選手ですよね、はい、普通やっぱりホームグラウンドで強くて敵地で弱いというのが常識ですが、この桑田の場合は違います。敵地で非常に強いという特性があります。名古屋球場でも11勝10敗通算で勝ち越してます。名古屋球場で勝ち越すジャイアンツのピッチャーというのは非常に珍しいんです。あんまり聞いたことないです ね、はい、みんなどっちかというと苦手だ苦手だと言ってるピッチャーが多いんですけども、2、3です。1球ごとに大歓声、2エンド3、間合いを取ります。ジャイアンツのベンチ、長嶋監督後ろへ下がりました。腕組みです。先ほどは最前列まで身を乗り出しておりましたが、今後ろへ下がりました。2、3、球種は間違ってないと思いますよ、はい、僕は今見たパウエルの方を褒めてやりたいと思いますね、あ、そうですか。さあランナーが2人埋まりました。もう一度ご覧いただきます。その桑田の気迫のピッチング、桑田が今度は迎え撃つバッターは三村です。一昨日の試合で見事な先制のスリーランを打ちました三村。ジャイアンツのブルペンで石見が始めました。ランナーが2人います。一発すれば同点。また達川さんちょっと緊迫してきましたね。はい、気迫だけですからね。そうですね、なかなか、はい、これはまだまだ何が起こるかちょっと分かりません。予測のつかない試合展開になってきました。これは空振り。立ち上がりました。キャッチボールを返しております。ジャイアンツのブルペンは石毛です。二塁ランナーが三塁へ進みます。これも達川さんフォークですかね。はい、フォークボールですね、はい、記録はワイルドピッチでランナー三塁へ。一塁ランナーはそのままです。一塁ランナーは今無理でしたかね、タスカさん。あの前こぼしましたからね、はい、ああいう場合なかなか一塁ランナー行きづらいんですよ。そうですか、はい、これはガイアフライでも1点のケースでやりますが、3点差ですので三村のバッティングはどうなりますか。ワンツー、鈴木さん、ドラゴンズの今の二村のバッティングなんか見てましても、もう本当に気迫と気迫のぶつかり合いのような感じしますね。それしかないですもんね。もう技とか技術以外の問題ですよね。そうですね。ウエンド2です。今のは達川さん何ですか。僕はスライダーだと思いますけど。スライダーですか。はい。これはまたもう一球どう、あ、山本ですね、これは、はい、こちらは石毛、まあ、今日 の、 桑田と村田のバッテリーからするとこれスライダーしか投げさせづらいですね、ここは。そうですか、はい、名キャッチャー勝川が言ってます。2エンド2、勝ちました。三村三振で2アウト。
ォークだったんですね。あ、フォークですか、はい、挟んでます。これは二村を攻められないですもんね。最高のフォークボールですもん。そうでしたね。で、投げ終わった後の桑田の表情がまたすごいですね、はい、よくこの局面でフォークボールをあそこへコントロールできますね。はい、ツーアウト。長嶋監督今度は立ち上がりました。ちょっと後ろへ下がりました。さあ彦野、彦野は今日6回にタイムリーヒットを打ってます。今日は2安打3の2。あるいはこの回が最大のポイントになるかもしれませんが、ツーアウト三塁一塁です。何かブツブツと自分に言い聞かせます相変わらずの桑田。しました。このこちらは桑田、やっぱり辰川さん、随所にこのなんて言いますか、プロとプロとの対決というシーンが見られますね、はい、そうですね、立浪の肩を痛めての執念のヘッドスライディングでこの回は始まりました。ワンエンドワン、追い込まれました。まあ鈴木さん、桑田というピッチャーも大したもんですね。そうですね、本当にだから使いたくなるんですよ ね、こういうところで。アウトカウントは2つです。ツーアウト。一心になって声援を送ります。3万5000。今一瞬の静寂です。まあ桑田すごいですね。そうですか。今の 2-1 の場面でですね、はい、セットを長く持ってるんですよね、これができるとやっぱりただもんじゃないですね。ああそうですか、はい、あそこで間を取るというのはなかなか難しいんですか。セットに入ってですね、バッターのどういうんですかね、集中力をちょっと欠かすというんですか、硬くならすんですよね、はい、肩を、はいはいはい、そういうことで普通は 1-2-3 の感じで投げるんですが、はい、かなり長く持ってましたね今。ああそうですか。これはボール。どうですか鈴木さん、その辺は。そう言う通りだと思いますよ、はい、こういう場面だったら自分のこの好きなように、自分のタイミングで投げたいですからね、それを殺してくるんですからすごいですよ、はい、やっぱりバッターもそこでおっと思うわけですね、その一瞬の間合いに対してね。広島の江藤がね、はい、バッターボックスを外しかけて時に投げたことがありましたよ。はぁ、デュートゥの裏、ドラゴンズは得点なし。8回が終わりました。いよいよあと1人。6対3、ジャイアンツ3点リードです。当たり。プロフェッショナルベースボール、ナイトゲーム。